太陽髪取り金色十節玉草青道立人像、木座席人像金社遺跡は中国の四川省聖都市、青羊区金社街道にある飲酒時代の遺跡。面積は5平方キロメートルを超える。2007年4月16日に金社石博物館が開館。遺跡の採宿発掘現場と発掘成果を展示。聖都市の上塞の青羊区金社街道に位置し、 2001年2月8日、食風花園の住宅開発に伴う下水道工事中に発見された。21世紀最初の中国における考古学的大発見で、その後の発掘調査により、基本確認部分でも5平方キロメートルに及ぶ大型遺跡である。ここからはすでに近畿2 0余点、青銅期1 2 0余点、玉器20004点、石器10004点、 うルシ木木14点の5000点余りと、陶器数満点、造形1トン、動物骨片数千点が発掘された。これらの調査などにより、本遺跡は BC1700 から1200年のサムスンタイ文化の、あと BC1200 から500年の十二教文化の代表遺跡と解明された。以上により、2006年に中国重点文物保護単位に指定された。 異物を代表するのが外径十二点五センチメートル、内径五点二九センチメートル、厚さ零点零二センチメートル、重量二十グラムの太陽カ鳥金箔で現在生都市の式になっている。その他玉器の代表が実節ダマソーで、聖堂器の代表が聖堂立人で、石器の代表が木座石人像である。二千七年に月十六日遺跡上に。 近社医師博物館が開館し、祭祀史遺跡の保護展示の宿館、遺物など、総合展示の陳列館などがある。ありがとうございます。